はい、訪問心筋ラーク山本直樹です。よろしくお願いします。今日はですね、幸せを感じる、タイミングというね、話をさせていただきます。皆様ね、生活されてると、まあいろいろなね、人間関係のトラブルであったりとか、金銭面のトラブルであったりとか、病気のねトラブルであったりとか、いろいろ事件が起きてくると思うんですけども、そのタイミングが、幸せを感じられるチャンスであると捉えていただきたいです。それが起こることで、ああなんでだろうとかってまず思うと思うんですよね。まあ、当然ですけども、事故が起こった時に、ああしまったなーってまあ思うんですよね。何時間かは、まあ1日から1週間ぐらいは思うと思うんですけども、大怪我でしたらね、もっと何ヶ月もかかる場合があると思うんですけども、なんでこういうことが起こったのかっていうことをね、しっかり、考えてもらって、これは何かを伝えてくれてるメッセージじゃないかなということをしっかりね、頭に入れて、捉え方をね、いつも言ってますよね、捉え方を、変えてみることで幸せを感じる、あこういうことだったんだと、こういうことを教えてくれてたんだとかっていうのを、気づく場合があると思います。例えばまあね、ちょっと体がね少し、不自由になったとしてもですね、すごくやっぱり不自由ですよ、嫌なんですけども、これは何を教えてくれてるのかと。例えばね、この世に、出させてもらっていること自体が、幸せなんだと気づくタイミングがきっと来ると思うんですよね。あ、息ができてる幸せ、太陽のね日を浴びることが幸せ、家族と話しできることが幸せとかね、もしかしたらそういうことを気づけてなかった、今までね当たり前と思ってたことができなくなることで、もっとね幸せを感じなさいと、こういうことがあるんだよということを教えてくれてるんじゃないかなと思います。もちろんね、何も起きない日々が一番いいんですけども、その日々をね幸せに感じれる人っていうのはおそらくね、そんなにトラブルって起きないんですよね。何かこういつも不平不満とか思ってる人は、どうもどこかでねトラブルが起きるようになってるのかなと思います。なので、日々のね幸せを、小さな幸せをね噛みしめてもらいたいなと思います。はい、またね配信していきます。お願いします。